皆さんこんにちは。カナダは旅行デイ2パート3をお届けしたいと思います。太一郎さんのおすすめのお寿司屋さんにやってきました。太一郎です。そっち飛んだりして、えぇ、バーンって、ふるはとびです。縄跳び、かが跳び、かが跳び。ちょっと大事なところを、テイク2いかない。もう一本あげなきゃ。かが跳びです。さっき何て言ったっけ。縄跳び。縄跳び、縄跳びって誰がそんな失礼なこと言うんでしょうね。わ、見てください、めちゃくちゃ美味しそうです。でもパッと見何かわからないでしょう。でも私も覚えてないんですけど、なんかめちゃくちゃ美味しかったことは覚えていて、パカッと開けると中からイチジクが出てきたんです。これもうめっちゃ美味しかったですね。さてこの後からはみんなにナレーションを代わってもらいたいと思います。おやおや、しゅうこさん、今度はアナゴですか。おっと、横についてるのはごぼうですね。なんと美味しそうなアナゴですね。それではしゅうこさん食べてみましょう。美味しそうですね、しゅうこさん。お味はいかがでしょうか。ごぼうがいい音してますね。うん、そろそろ次のパターンにナレーションをバトンタッチしたいと思います。あ、しゅうちゃん、なんか美人に映ってない？え、結構綺麗じゃない？え、なんかライト持ってたっけ？え、めっこんな綺麗じゃないよ、実物。なんか顎すっきりしてない？ボトックス打った？え、結構綺麗じゃない？なんでなんで、え、っていうか私の解説ずっとしゅうこなの。ねえ、なんでしゅうこしか映ってないんだけど、無理。あ、大将、やっと大将が握ってるところに来た。あ、なになになに、なに、うなぎ、え、なんだっけこれ、アナゴ、あ、タコ、タコだー。っていうかここお風呂側ですごい響くね、音が。タコです。何言えばいいかわかんないんだけど、タコ。すごい、すっごい柔らかかったよね、これ。今思い出しました、写真を、絵を見て。いや、美味しかったよね、お寿司、本当に。ごめん、私のアプローチがすごいうるさい。はい、文語に変わります。エリ好みっていう。エリ好み？あら。ほらららららら。エリ好み。エリ好み。いいんですか？エリ好みしちゃって。アミューズさんとコラボした日本酒、うん、え？アミューズさんと？へぇ、アミューズの女優さんみたいな。誰ですか？村川由里さんでございます。村川由里さん、結構舞台結構なんですね。なるほど、その人、素敵な女優さんがいっぱいいるからね。こちら村川由里さんがお作りになった日本酒でございます。うちちょっと存じ上げなかったんです、失礼いたしました。お味は村川恵里さんの味でした。何でしょう、これはブルンブルンでございますね。お寿司をおにぎりになられてますね。何言ってんの、下手かよ。もう一回やらせて。結局ね、もう一回やろうっていうことでならず、このままで行こうっていう感じで、一発勝負で行かせてもらいました。まあね、ナレーションっていきなりだと結構難しいですよね。さて、激アツのプリンも食べた、あ、プリンじゃなかった、茶碗蒸しですね。茶碗蒸しをいただいた後はドドさんの好物の味をいただきます。これね、めちゃくちゃ美味しかったです。さてさて、ここからドドさんも味をいただきます。食レポをね、してくれるみたいなんで聞いてみましょう。おいしい。普通。ね、めちゃくちゃ普通のただの感想でしたね。じゃあブンチルにね、お手本を見せてもらいたいと思います。
はい、どうぞ。わあ、こちらのお魚なんですか。なるほど、いただきます。うん、初めて食べました。おいしい。今ちょっと女子アナマルちゃん。何なんでしょうね。なんかうまいんか下手なんかよく分かりませんでしたけど、なんか美味しかったみたいですね。あ、トロもめちゃくちゃ美味しそうですね。あ、ここで佐藤さんがもう一回、ウニを食べながらね、食レポに再チャレンジしてくださるそうです。はい、行ってみましょう。お願いいたします。どう？ウニのなんていうんですかね、卵感が命の尊さ。素晴らしい。命の尊さを感じて、大切に感じながらいただいてます。うん、いいね。最後はドドチ、素晴らしい食レポでしたね。さてさて、お寿司でお腹がいっぱいになった後は、ディップバーというバーへ移動してきました。また寄り道ですか？さっきもお寿司食べたとこじゃないですか。今からお酒を飲むんですか？しゅうこさんにとってお酒なんてお水みたいなもんですね。あれあれ、もしかして誰かを待ってるんですか？そんなこともなさそうですね。一人飲みですか？あれあれ、そうこうしてるうちにドドさんが現れました。ドドさんもどうもこのバーは行きつけみたいですね。仲良しはいつも同じ場所に集まってしまうもんですね。あらあら、シュコさん、何を読んでるんでしょうか。読んでる風ですね。結局何も読んでないじゃないですか。はい、なんか小芝居が終わったところで、この森山大道さんが写真を撮っているリップバーに来ています。めちゃくちゃ店内可愛いですよね。どこもかしこも唇だらけです。夜はバーとして営業しているんですけども、昼間は開放されていて、ギャラリーのように作品を見るために訪れることもできるそうですよ。どうちこちゃん、ゆうこさん何飲むんですか。私はテキーラベースがいいかな。うん、あ、やめた。カンボちゃう。はい、モカンボ。モカンボ。モカンボ。ゆうこ何飲む。私はなに。なにそれ。リップ。この頃にはね、お酒の酔いも回って、なんや、ふざけて楽しそうですね。で、シャカシャカね、目の前で作っていただいて、これは私とトッチルが注文した、ここのバーのオリジナルカクテルのリップですね。真っ赤な色をしていてね、すごい美味しそうでしょ。みんなね、お酒が揃ったんで乾杯します。もかーん。誰も飲んでないけど。もうね、何でもモカンボ言うといたら楽しい感じになってきましたね。あ、こちらにも福光屋さんとコラボしているお酒がありました。エチケットもすごい可愛いですよね。すごい美味しい。美味しい。ジュレすごくない。ジュレ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 。モカンボジュレジュレ。モカンボじゃないから。みっちゃんはジントニックか。これジントニック。ジントニックはジュレジュレじゃない。いや、だいぶジュレジュレ。だいぶジュレジュレ。おいしい。ありがとうございます。何ですかこれ。ナッツ。あ、はい、ナッツリターン。なるほど。あ、すごい。ナッツリターン。リターン。
完全に灰皿置いてあるのかなと思った。そう、こう叩く、すごい樹齢、氷入ってるこれぐらいさ、全部樹齢かと思った。わかるぐらい樹齢樹齢だよね。ヨドさんは樹齢樹齢、私ただの水分樹齢樹齢じゃなかった。さて、樹齢樹齢なカクテルを飲みながら今からブンチルが歌ってくれるそうです。あなたこちらさんに失礼と思わないかな、大丈夫かな。